狼が個人で狩りをしてるのが日本のサッカーで、ライオンが群れで狩りをしてるのがヨーロッパの一番強いチームとかの、まあ今で言うとスペインとかイタリアのサッカーなんですよね。それじゃいけないっていうふうに気づいてるのが田中碧で、で、今回の試合も、まあ選手の立ち位置一つで全然変わるっていうふうに森田が言ってて、もう森田監督じゃんみたいな感じだったじゃん。ってなると森田と田中を育てたの誰かって言ったら、まあ、うがった見方しなければ鬼木さんですよね。森田、田中碧、中村憲剛中心に、まあ、大島とか言いますけど、その辺中心にチームを作ってた人が呼んでみたらポンコツってことは基本ないと思うんですよ。なると、森木さんがしっかりそこの哲学を落とし込んでるし、で、現に試合中のコーチングとかでも、あ、そこ降りんなとかいうふうに言ってるから、そういうちゃんと立ち位置のことを考えて、将棋ができる監督なんですよ。そういうマネジメントの上に選手を助ける論理性みたいなの乗せれる監督じゃないとダメだから、で、その論理性があるの誰かって言ったら、選手たちのコメント見たらさ、もう田中碧と森田を、まあ、ここでもう育てたって言っていいと思うんですよね。そう、鬼木さんになるから、まあ、普通に今後ちゃんと、ね、冷静に考えたら、まあ、鬼木ジャパンできてほしいなって思いますよね。それは川崎を、ある程度戦で見てて、あ、今の川崎で、田中を抜けました、三笘とかさ、抜けましたってなって、一時期落ちたじゃん。で、僕試合見たんですけど、川崎の、その落ちた時期とか、単純に止める蹴るできてなかったりとか、ボール回して、いい立ち位置取りながらっていうのが、もうボールをきちんと回せないから、いい立ち位置も取れないみたいな感じだったんですよ。いや、これどうなるのかなと思ったら、そこから立て直してきたでしょ。センターバック車使ったりとかして、ああ、左でくさび入れんだみたいなさ。なんかそういうので、こうちゃんと、立ち止まりながらどうやったらもう一回走り出せるのかみたいな考えて実際にそういう流れにまた持ってったから、こっからもう一回鬼木さんが立て直したら本物だし日本代表の監督になってほしいと思うから、まあ現状鬼木さんがなるっていうのはまあなさそうだけど、ここでね、もう鬼木さんとかね、片野坂さん来るんだったら一旦はもうワールドカップに希望を持てますからね。そういうところで2人をちゃんと育てたっていう実績と、まあ現象と、まあそれに基づく発言をしてて、今の川崎の一回崩れかけたところ立て直してますから、うん。日本の命運を託すなら、鬼木さんなんだろうなって思いますね。